いや、久保さん、いい名言ですね。<laughs> ビジネスで疲れたらビジネスで癒されるっていうね。いや、でもね、僕、そう、ま、間違いなくそれですね。でも、久保さんのあの、例え話が良かったんじゃないですか。女性に疲れて新しい女性で癒されるっていう <laughs>。これ、もう、ドストレートじゃないですか <laughs>。うん。だから、結局、その、なんだろうな、ああ、辛いことっていうのは、 いいちょっとしかないんですよ。ちょっとしかっていうか、まあ、ある一定しかないんですよ。ずっと続かないんですよね。うん、例えば、九九を覚えるのに、30年九九覚えられない人っていますじゃあ、病気の人とかは除きますよ。普通の人、普通の人。まあバカ、馬鹿、馬鹿で、僕みたいな馬鹿でもいいんですけど、僕の、僕みたいな馬鹿でも九九覚えられましたから。でも、苦痛じゃないですか、最初。覚えるのね。だけど、覚えちゃったら別に、普通なわけですよ。 だから、苦痛っていうのはずっと訪れないよって話なんですだけど、なんか今の苦痛から逃げたいみたいな。だから、以前ですね、あの、僕はあの、森くんっていうことを自由について対談したことがあるんですよ。自由についてね。で、森くんが言ったのが面白いなと思ったのが、僕はね、自由に本当になりたいんだったら、え、なんでやらないのみたいな話をしてたんですよ。え、自由になりたいんだったらやればいいじゃん。で森くんがこう言うわけですよ。吉田さん、きっと、 自由になりたいんじゃなくて、今から逃げたいだけなんですよと。それや森くんみたいな。<laughs> きっと森くんそれだねっていう。結構ね、スパーンと僕を腑に落ちましたけど、自由になりたいんじゃなくて、成功したいわけでもなくて、ただ今の生活から逃げたいだけっていうね。そう。だからうまくいかないんじゃないかっていう話をちょっとしてて、あ、多分そうだねっていう話してたんですけど、 本当に自由を手にしたいとか、本当に成功したいんであるならば、成功した時の、こうなったらどうなんだろうみたいな、ワクワクしたりとか、なんか、もちろんその過程の中でね、しんどいこととか辛いこともあるけれども、本気でそう思ってるんだったら、絶対その壁っていうのはしな、あの困難が訪れてもあの突破するはずなんですよ。だってここ行きたいわけですから。うん。 例えばなんだろうな、彼女とね、デートを約束したと。目的、じゃあ、ゴールがね、彼女とデートを今日約束したと。じゃあ今日例えばね、なんかその、うん、なんかその、歩いてたらね、タクシーがね、水がバーってかかってね、洋服汚れるみたいな。うわ、マジか今日デートなのにみたいな。あー今日この服じゃデートいけないよ、諦めたって諦めますそれで。<laughs> 諦めないでしょ。なんかユニクロとかすぐ言って、 なんか新しい服買うとか、なんかするでしょ。うわ、なんだ最悪だな。あの、汚れて今日デートなのに、これじゃもうデート行けないな。終了みたいな。なわけないじゃないですか。デート本当その行きたいんだったら、うん、着替えるでしょ。だからなんか道歩いてたらそういうこともあるでしょう。ね。だけど本当にデートしたかったら行きますよ。うん。だみんな逃げたいだけなんじゃないかなって。今の生活からね。ただ、ただ単に。 それだったら、夢とか、あ目標っていうのは叶えることはできないと思います。だって逃げたいだけだもん。叶えるんじゃなくて、あの、逃げたいだけなんで、無理ですね。いってらっしゃい。